誰もが大規模な国際スポーツイベントに魅了されます。水泳やサイクリング、砲丸投げ、マラソン、サッカー、そしてスケートボード。もし過去に戻ることができたら、長いが人気のあるスポーツがそのようであったことを発見するでしょう。現代のオリンピック大会は128年間続いています。さらに、それ以前に遡ってみましょう。皆さん、古代オリンピック大会へようこそ。今から2000年以上前、ギリシャ中からアスリートが集まり、競技に参加していました。そこでは、192メートル競争のような長い距離を走る競技も含まれていました。ホプリータ、ホッパド、ホッピードップ、全身装備が必要なレスです。槍投げ、円盤投げ、さらには戦車競争もありました。競技だけでなく、トランペットコンテストのような重要な文化イベントもありました。当時のアスリート派はドナトレーニングをしました。彼らは集中し決意を持っていました。古代オリンピックは1959年間続きました。ギリシャで古代オリンピックが行われていた頃、イエス様は海の向こう側で生まれました。彼は人々に教え、奇跡を行い、死から復活し天に戻りました。彼は自分の仕事を引き継ぐ弟子たちを残しました。パウロはイエス様の弟子となり、たくさん旅をしました。パウロは今も読まれている重要な手紙を書きました。彼はイエス様に従う方法を説明するために、走ることを例えに使おうと考えました。私たちの人生はレスのようなものです。生まれた時に始まり、死ぬ時に終わります。死んだら全てが終わりだと考える人もいます。しかしパウロはイエス様から、この人生のゴールが永遠の人生のスタートであることを学びました。ゴールに着いた時、私たちは人生で行ったことに対する報酬を受け取ります。パウロは自分が神様から大きな報酬を受け取ることができる考えました。彼は思いつく限りの良いことを行いました。しかしそれに十分な人はいません。イエス様の他には誰もいないのです。イエス様だけが私たちと神様との関係を回復することができます。彼がその代償を払ってくれたからです。そのためパウロは人生のレースを一人で走るのではなく、イエス様に従って走りました。あなたにもできることです。そして一番驚くべきことは、イエス様はすでにレースに勝ってあなたに報酬を用意してくださっているということです。どんな報酬でしょうか？天国でのイエス様との永遠の友情です。だから走り続けましょう。